はい、皆さんこんにちは、カゼンドです。こんにちは、トクです。今日はですね、週末ということで、私の自宅にですね、トクが邪魔しに来たということで、お邪魔させてもらいます。とても綺麗な家ですね。そう、めっちゃ気に入りました。お前が気に入ったのか。10月に入ったということで、SR ガチャをトクは取得したんだよね。はい、そうした。すごいな。まあ、招きとかどうしてたの？招きもちょいちょい交換しますけど、うん、けど今の俺のイベキャラ見てると、うん、やっぱ SR のイベキャラ、うん、強いキャラが大事なんで、うん、まずは今そこっすね。招きも欲しいですけど。なるほどね。ちなみに、私はですね、もうなんだかんだ招きもたくさん変えちゃったし、全然メダルがない。マジですか？うん。じゃあちょっと早速引いていきましょう。いいですか？うん、もちろん。これか。いきます。おい。頼む。誰が欲しいの？誰でもいいですけど、強いの。え、待って、俺、やるじゃない。え？え、何をしたの？大丈夫じゃん。あー、鋼くん、くっそ、また負けた感じ。でもピッチャーだよ。また負けた感じ。なんでピッチャー、さっきちょっと上限解放もできて、うん、ちょっとそういうのも見せてよ。一回やっぱりあのフレンド募集したじゃん、特に。はいはい。そこで一気に来たんじゃない、やっぱり。まだ強くないんですけど、うん、でもこれである程度落ち着いて、うん、今 S4 とか、うん、少しずつできるようになってきたんですよ。うんうん。作ったキャラ見せてよ。いやー、変化キャラ欲しかった、それ。え、結構前すごいね。どうしよう。今一番エースがこいつですね。うん。いやさ、絶対、黒金やった方がいいよ。いやー、それ、一回俺もやったんですよ。うん。いや、まあ、割といいかなと思ったんですけど、うん、やっぱ変化で固められてないから、うん、まあ、安いとかいろいろあるんですけど、うんうん、なんかやっぱりまだブレインの方がいいんじゃねえかなと思っちゃって。へぇ。野手はでも打撃で揃えたら結構面白かったですね。うん、S5 ぐらいはいきました。ああ。俺もね、もう平均4はいくんだよね。で、前回のサクセスとかで、まあ皆さんに教えてもらった通り、調子良かったら、もう最後はあのピンチとかチャンスの時はもう自分でやるっていうやつにすると、まあ負ける確率が一気に下がるんじゃないのっていうところで、ちょっとそれをね試したいって感じかな。あ、はい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 、わかりました。じゃあそんな感じで、はい、うん、まあ週末まだあと1日あるんで、サクセスを頑張ります、スタジアムも頑張りますということで、サクセス途中だなお前。そうっす。これすごいっすよ。そうなの。これ招きと、うん、あと大丈夫が登場するやつだけ持ってってます。すごいね。そう、仕掛けてますよね。もうそうでもしないと更新できないからやってるの。そう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 。で、それでちょっといいのができたら、うん、千丸がついて、どれぐらいできるかなってとこで、ちょっと天才使いたいですね。なるほどね。うん。ただまあ、天才使うにはちょっとイベキャラ弱いかなって自分の中で思っちゃって、うん、ちょっと踏み出せないんで、今ちょっと掴んでみます。わかりました。じゃあそんな感じで。はい、引き続きパワープロの方もよろしくお願いします。よろしくお願いします。また動画を上げますんで、そちらでチェックしてください。バイバイ。